さあ、じゃあ続きやっていきたいと思います。クピークピー、いつも寝てんだな。なに、かわいい。確かし、まあ大丈夫なんだろうけど。あ、あれ、空赤い。なかった。ああ、学校忘れた。すげえな、サボりとかじゃないんだ。まあいいや。皆殺し。うるせえ。あ、え、うせろ。急に変わった。そんな感じする。どっちが強いんだろうな。高校さん、高雪さん。あら、ひろしちゃんじゃないの。またお使い、偉いわね。惣菜屋さん、すごいな、ネットワークがヤマトみたいだ。美人の娘さん、佃煮とおしんこ。あとこれ、娘が作ったきんぴら、ひろしちゃんに食べてほしいんですって。入れておくわね。おお、出てくんすかね娘さん。まあ、出てくるか、この流れは。あら、ひろしちゃん。トミさん、うん、あー、やってる人いるよな。今お帰り。うん、昔の人はね、結構。お父さんたちはどうだって。そうかい、そいつはよかった。どういうことだ、病気。うん、準備は完璧っす。レンナ様、湘南ベイビーの集会場所調べてきたっすよ。江ノ島市、かわいい。ご苦労様。さーて、いよいよ総裁点落としだ。総裁点落とし、私ら三大点の時代が来るわよ。ん、のんびりしてんじゃねえぞてめえら。しゃあ、やってやろっての。湘南最強はあたしらだし。なんだなんだ、仕掛けんのか、どっかに。うん、二人。ああ、お父さんたちっつってたから両親か。うん、仕事。うまそう。ただいま。お、うん、いい匂い。ご飯できてる？ありがとう。うん、そうなんだ。
ああ、ん、3秒でわかる。なあ、ビールのはどこだですよね。もうダメ、あつ、喉乾いた。胸元が。ヒーロー、ビール、ビール。早いっすよ。茶じゃねえよ、酒だよ。麦酒よこせ、麦酒。ふまあまあ確かに、パンツ丸だし。マニアックだな。途中までは頑張ったんだけどさ、無理だわ、先に着替えとか。でも世の中には帰ったら着替えもせずに即冷蔵庫に向かう OL とかだっているわけで、比べたら上だけ変えてる分マシじゃない？そうなります。とにかくビール取って、ビール。無理、アルコールがなきゃ無理。ピコーンピコーン、サエタイマーが点滅しています。アルコールを補充しないと爆発します。ドカーン、爆発した。かわいいな。さあ冷蔵庫に連れて行け。命の水を奪われた私は儚くも凶暴な美獣と化すのよ。まあな、うん、なるほどなるほど、2倍楽しめるわけですね。うん、犯罪的だ、うますぎる。カイジ君、ああ、ズボン持ってきてくれた、サンキュー。ちょっと、なるほどね。何ぼーっとしてるの、履かせてよ。え、うん、まあ気張ってんだろうな普段は。充電完了。15時間も離れてると胃の中のビール袋が空になって困るわ。飲みすぎだな。大人になるとね、アルコールなしでやってられない、そんな時もあるの。順風満帆よ。やばいな。3時、しまった。しょうがないじゃん、私の部屋蒸すんだもん。ウェーイ。なるほどね。こっちはのんびりさせてもらいますか。あれ、ヒロ、ダラックマのクッションどこ？ダラックマないよ。そうだっけ？んじゃあ持ってきて。めんどくさい。お姉ちゃん、ダラックマ、サンキュー。お気に入りだ。荷物来なかった？宅配が来るはずなんだけど。何頼んだんだろう。じゃあ不在通知とか郵便受けを見た？お、じゃあお願い。自分でやらんのか。
キュー。足がむくんでる、拾うもんで。何急に。何言ってるの、弟は弟、奴隷だなんて思ってません。おう、だいたい奴隷でも私に使えるなら嬉しいんじゃない。あ、ヒロはお姉ちゃんのことが大好きだもんね。うん、宅配来た、お願いします。なるほどね。いただきます。うん、あ、きんぴらおいしい。うん、うん、おしんこも相変わらず絶品ね。いいですな。もちろんヒロお手製のサラダも最高よ。ん、え、指？なんで？いいじゃん、楽だし。おっさんや。一緒に食べてるのヒロだけじゃな。何？私が触ったのはバッチリって？じゃあいいじゃない、兄弟でしょ。ほら、はい、よくできました。うん、行儀悪いのは知ってるけど、やるのはヒロの前だけよ。他人の前では見せないわ。私が本当の私を見せるのはヒロにだけ。二人きりの兄弟だものね。お父さんもお母さんももういないんだから。さっきでも、はい、もしもし。ああ、母さんどうしたの。ですよね。こっちは元気よ。届いたわ、たこ焼きの素。あんなにたくさんどうするのよ。何？うん、ちょっと母さん、変な大阪弁使わないで。うん、うん、大丈夫。ああ、仕事か。なるほど。ヒロも元気よ。ちょっと数学の成績落ちてるけど。彼女いる気配なし。私が好きだから作る気にならないんじゃない。プラコンだな。え、いや大丈夫、女の子には興味あるわよ。さっき私のパンツ見てデレーっとしてたもん。大変な語弊を招くところだ。いるいる。ちょっとその土地に行ったら、なんかその土地の言葉をね、2週間ぐらいしかいないの。私が彼氏作らないのは、作るとシスコンの弟が泣いちゃうからです。またたこ焼き尽くしか。いいじゃないですか、ちょうど合うんじゃないですか、ビールに。そうそう、3階の準備会に入ったのよね。大変ね。ペア、あの辻堂さんだっけ、サボってる。さすが稲垣の不良ナンバーワンか。うん、まあね、我が校の誇る最大の困ったちゃんだわ。むやみには暴れないから悪名ってわけじゃないけど。うん、常識はあっても不良だけど、彼女の分ヒロが苦労してるとかはない。お、
職員もみんな心配してたわよ。うん。まだ入ってないの？3回って来週の水曜なのに。チラシ配り。うん。ならいいけど、ヒロは優しすぎるところがあるからどうも心配なのよね。これまた教師間で有名だわ。長谷先生の弟さんは落ち着いてますねって。うん。苦労って？寺。そうな。まあとにかく困ったことがあればいつでも言いなさい。なんだよ、ちゃんとお姉ちゃんしてるじゃないか。っていうわけでビールなくなっちゃった。もう一本いっていい？あ。知恵。はいはい、弟様の愛情は余さずいただきます。ごっそさま。うん、あー、いい子。チンピラ出たー。 I377 の殺し技の一つ、拾い投げスープレックス。そんな技使えんのか。メリケン使ってこの程度とか、よく喧嘩売る気になれたな。二度とその面見せんじゃねえぞ。ピーしーまし、すげえよ愛さん、5人は瞬殺じゃないっすか。雑魚をいじめても自慢にならねえだろ。あいつら適当に落とし前つけとけよ。もちろんすよ。今稲垣伝統落とし前の儀108式その61、江ノ電タッチ&ゴーの刑に処してるとこっす。タッチ&ゴー。でもすげえ、やっぱすげえ愛さん。メリケン持った相手を3秒なんて、やっぱ俺の目に狂いはなかったぜ。一生ついていきますよ愛さん。湘南を支配するのは愛さんしかいねえ。別に湘南なんか欲しくねえ。それに、お？なんか最近飽きた。あ、何ですか？喧嘩熱くなれねえんだよな。暴れても相手がいねえからか。張り合える相手がいなくて面白くないとか。そうじゃなくて、もっと、うん、他に何か見つけようかな。熱くなれるもの、なんか趣味とか、もしくは人とか。人？そんな、愛さんがそんなこと言い出したら俺らどうすりゃいいんすか。お前らを見捨てるわけじゃねえよ。でも愛さん、ま、しばらくはやめる気ねえけどな。あいつとの喧嘩が残ってるし。ん？あ、そうっすね。皆殺しとの決着が残ってますもんね。ライバルなんだ。そろそろお開きにすっか。明日も授業あるしよ。はい。さっき言ってた放課後に来たっていう湘南ベイビーのやつら明日にはきっちり落とし前つけさせますんで。ああ、適当に頼んだと。先に戻ってろ。どこ行くんすか？いや、手洗うだけだからついていきますよ。俺は愛さんの一の射程なんですから。ほんといいって、あっち行け。恥ずかしそう。遠慮しないで。この笠井久美子、生涯かけて愛さんの後をついていくって決めてんすから。
愛さん。トイレだよ、帰れよ。くそ、通じ堂の野郎。何やってんだ。女一匹に睨まれただけで失神とか。情けない。で、やんのかこれ。あ、やめろ。お、リョウコ。ザキさんじゃないですか。リョウさん、すいません。どうすんすか、リョウさん。このままじゃ辻堂のやつにやられっぱなしっすよ。1年前まで湘南最強は俺たち湘南ベイビーだったのに。最近じゃどこへ行っても最強は東の辻堂か西の江ノ島かって。俺たち完全に過去のものにされてる。栄華盛衰、時代ってやつかもね。そんな。湘南の夏が平穏に過ぎたことはね。辻堂愛、片瀬レモン、そして三大天が揃うなら俺はもう皆殺し。リョウさん、リョウさん大変です。あ、江ノ島の奴らが。どうなっちゃうんだ。というわけで、キリが良いのでこの辺で終わろうと思います。あのあと多分こう、あー、そっか、なんか仕掛けるみたいなこと言ってたもんな。じゃ終わりたいと思います。ゲーム終了、お疲れさん。てめえ、こんなもんで終わる気じゃねえだろうな。アイさん待たしてんじゃねえぞこら。やめろバカ恥ずかしい。でもまた会いに来てくれよな。